2月21日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。僕は占い師ではないので、占い師さんが出した結果を読み上げさせてもらいますね。2月21日生まれの方はカリスマ性があり、ただ単に人の注目を浴びたり有名になるといっただけでなく、良くも悪くも多くの人々の考えや行動に大きな影響を及ぼします。また野心家で意志が強く、人に媚びない姿勢に爽やかさやかっこよさを感じさせる方です。意志は強固ですが頑固さはなく、物腰柔らかで臨機応変に対応できます。頭の回転が速く、瞬時に物事を理解したり判断をすることができます。夢や目標、理想を高く設定しますが、コツコツと努力を重ねていきますので、少しずつ現実のものになっていきます。目標達成のために自分で設定したノルマや決め事はしっかりと守る方です。変化を好む方ですので、これまでと大きく異なる環境の中であっても、自分らしさを失うことなく周囲に溶け込んでいけます。国内や国外に関係なく、大きな舞台で活躍することもできます。そのためカリスマ的存在として人々の注目を集めます。社会的ポジションや名声といったものにも強い関心を持ち、実際にこれらを手にすることで社会に大きな影響力をもたらすこともあります。ただし社会的にも認められるようになってくると、プライドの高さから傲慢な態度をとってしまうこともあります。自分がナンバーワンだということを意識するようになると、目下の人間を従わせようとする傾向も出てきます。自分が特別な存在として扱われないと不満を持ってしまうこともあります。豪快さや繊細さ、ごくありふれている部分もあれば型破りな面もあります。ナイーブな面が強くなると、自分に自信が持てないなどの理由で小さくまとまってしまい、バイタリティを失ってしまいます。しかし向上心の火が消えることはありませんので、どんなにスケールが大きくても夢や目標を持つことで生き生きと活発になれます。曖昧なことを嫌いますので、白黒はっきりさせたがります。その影響で人に対する好き嫌いも激しい面があり、反感を買うこともありそうです。自分に自信があるときや人からの評価が気にならないときには、人にこびることがありません。そのため目上の人の気分を害してしまうこともありそうです。カリスマ性があり注目度も高い存在ですが、人からの評価は分かれるところがあります。しかし支持してくれる人は熱烈なファンであることも多く、成功を強力に後押しするパワーになります。敵も多い方ですが、人を引きつけてやまない存在です。恋愛運、社交上手で人付き合いの幅も広い方ですので、恋の出会いも数多くあります。カリスマ性はもちろん、細やかな気配りや優しさは多くの人を引きつけます。ただし相手に求めるものが多すぎ、理想が高すぎる面もありますので、
なかなかお付き合いできるまでには至りません。ですが自分が納得できる相手が見つかるまでに時間がかかっても構わないと考えている傾向もあるようです。恋愛においては基本的に相手をリードする立場を好みます。自分が大切にされていないと感じてしまうと不満を持つようになります。自己中心的でわがままな面が出てくると相手が一緒にいることで窮屈になり自由を感じなくなってしまいます。そうすると当然ながら離れていってしまう確率も高くなりますので、自分の言動を定期的に振り返るようにすると長続きできます。結婚すると落ち着きしっかり家庭を守ろうとします。しかし自分のやりたいことや仕事に熱中し、これらがうまく軌道に乗り出すと家庭よりも仕事に比重を置きがちになります。恋人や家族のことがおろそかになり疎遠になってしまいますので注意してください。仕事運、フットワークが軽く国内や海外にかけて行き来するようなポジションが適していますので、旅行に関わる仕事などが向いています。ルーチンワークよりも変化や動きのある仕事を好みます。会社などの組織においてはリーダーシップを発揮できますので、管理職のポジションにいることも多くなります。しかし人に媚びない性格から目上の人から煙たがられることがあるかもしれません。人の好き嫌いを仕事に反映させると余計な敵を増やしてしまうことにつながります。またカリスマ的な存在になれば大きな仕事をこなすようになり、成功すれば社会に対して影響力を持つこともあります。判断力にも優れ、自己アピールも上手、ビジネス的な才能もありますので、独立や起業をすることにも向いています。大きなことを成し遂げようとする姿勢がバイタリティをもたらしています。型に当てはめてしまうよりも型破りを目指すことで大きく飛躍していけます。金運、良い時と悪い時が両極端で、金運に恵まれている時には驚くような月が回ってくるかもしれません。しかし悪い時に備えて堅実に貯蓄や資産運用をしておくことも必要です。もともとコツコツと何かを成し遂げることは得意な方ですので、貯金に関しては苦にすることなくうまくできそうです。先見性がありますので、自分のビジネスや投資に生かせれば大きな利益を生み出せます。ここでもスケールの広さが生きます。カリスマ性があれば強烈に支援してくれる人の存在が金運をさらに引き上げてくれます。物質的なことに心を奪われがちですが、自分の中に博愛的な部分を見出し、世に広くお金を回せるようになると人間としての深みが増します。以上、2月21日生まれの方の占いでした。何かの参考にしてくださいね。